ヒッツ先輩は女だった。重要なことだ。しかしそんなことより、だったそうか。なるほど。ああ人神様。でもフィッツ先輩は隠しておきたいのか。 ED 回復の鍵を握るのは間違いなくフィッツ先輩だけど、今はこれ以上関係を深める。あれ、どうやらまだ完治には程遠いらしい。